皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。 SMAP の解散騒動があった2016年1月18日、 SMAP での公開謝罪番組を元にしたと言われる鈴木治さんの小説20160118が話題になっています。そして SMAP は2016年12月31日に解散、間もなく訪れる2022年12月31日で、解散から早くも丸6年が経とうとしており、リーダーである中居正広さんは現在闘病中です。今回は SMAP の解散騒動についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。 SMAP は中居正広さんをリーダーとして、木村拓哉さん、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの5人、1996年5月までは森且行さんを含む6人で構成されていた男性アイドルグループで、1988年に結成されました。 SMAP は1990年代から日本の芸能界の第一線で活躍し、お茶の間の顔として日本全国の老若男女から幅広い支持を得ていた国民的グループです。 SMAP が所属するジャニーズ事務所は、メリー北川さんとジャニー北川さんの指定によって設立されたアイドル主体の芸能事務所で、業務形態はジャニーさんが所属タレントのプロデュース、メリーさんが事務統括やメディア対応などをそれぞれ分担しており、この形は2人の最晩年まで変わっていませんでした。ジャニーズ事務所は1980年代にはタノキントリオや光源氏などのヒットで成功を収めていました。しかし1990年頃になると、音楽業界やテレビ業界に転換期が訪れます。バンドブームの到来や、歌番組に出ない実力派アーティストの台頭がステータス化する状況などが生まれ、各局とも過去にはドル箱だった歌番組は視聴率に苦しみ、軒並み終了する事態に陥ってしまいます。その結果、歌番組への出演が最大の宣伝になっていたアイドル業界そのものが氷河期に入るとともに、ジャニーズ事務所の勢いにも陰りが見え始め、弱小事務所への転落の危機にあったのです。SMAP もデビュー当時はセールス面で表立った結果を残すことができず、マネジメント面でも大々的な露出をすることが少なくなっていました。そこで当時事務職をしていた飯島道さんがこの状況を見かね、自分が SMAP の世話をすると志願し、マネージャーへ転属となります。飯島さんはそれまでのアイドル界では畑違いと見られていたバラエティ番組や主演主要役以外でのドラマにも積極的にメンバーを進出させ、結果的に世間の認知度が上がるとともに、本業のアイドル業でも成果を上げ、見事 SMAP を大スターに押し上げたのです。その後は事務所も後輩タレントを同様の手法で売り出すことによりヒットを連発し、息を吹き返した後に業界最大手に上り詰めます。さらに飯島さんのこの手法により、アイドルの守備範囲の拡大やアイドルの寿命を飛躍的に上げるなど、芸能界のアイドル感を根本から変えるまでに至ったと言われています。メリーさんとジャニーさんは飯島さんを事務所の恩人として厚遇し、いずれ2人の後を継ぐであろう当時の副社長だったメリーさんの一人娘である藤島ジュリー恵子さんの代でも、飯島さんは大番頭としてジュリーさんを支え、ジャニーズ事務所は安泰だと思われていたのです。当時はジュリーさんと飯島さんの仲も非常に良好だったようで、ジュリーさんは飯島さんを頼りにしていたと言われています。しかし年が経つにつれ、メリーさんは飯島さんに警戒感を抱くようになったとのこと。その理由はジュリーさんと飯島さんのタレントマネジメント能力に格段の差があったためと言われています。ジュリーさんは飯島さんの手法を真似て TOKIO や嵐など後輩グループのマネジメントを行っていたのですが、実質の業務は他のスタッフに任せきりで、タレントや仕事先の人望なども飯島さんに対して明らかに劣っていたと言われています。こうした背景もあり、メリーさんは娘であるジュリーさんの将来を案じ、次第に飯島さんを危険視するようになっていったそうなのです。こうした不穏な空気を察知したジャニーさんは、子会社の J ドリームを設立した上で飯島さんにその経営を委ね、飯島さんがメリーさんを気兼ねせずに仕事ができる環境を整え、両者の関係の軟化と改善を図ったといいます。さらには2010年にKAT−TUNのマネジメントを飯島さんに移管したのを皮切りに、若手グループの育成とマネジメントを次々と飯島さんに委ねたのです。しかしメリーさんの目には
飯島さんがジャニーさんの権威を使って事務所内での権力を伸ばしているようにしか見えず、メリーさんの飯島さんへの猜疑心はさらに激化してしまったようなのです。やがてテレビ番組でもジュリーさん管轄のタレントと飯島さん管轄のタレントとの共演が原則ご法度になるなど、事務所の活動に大きな影響が出る事態に至ったと言われています。メリーさんと飯島さんの間に決定的な亀裂が生まれたのは、週刊文春2015年1月29日号に掲載されたメリーさんに対するインタビューであると言われています。ジャニーズ事務所は芸能界での実権を握って以降、タレントの番組出演やカレンダー販売などの利権をばらまくことによって事故に不利益な報道をしないよう仕向けていたと言われています。しかし週刊文春はジャニーズ事務所によるメディアコントロールの傘下に組み込まれていない数少ないメディアとして有名です。そのスタンスは現在でも変わらず、キング&プリンスのメンバー脱退、事務所退所騒動にも果敢に切り込んでいます。そしてインタビュー内でメリーさんは週刊文春がジュリーさんのことを次期社長候補と呼んでいる点を指摘し、次期社長は決まっていると後継者がジュリーさんであることを正式に認めたのです。さらに派閥など存在しない、実在しない派閥があると思わせるようなことがあったとしたら飯島を注意します、今日辞めさせますよと断言したのです。そしてこのインタビュー直後、それまでインタビューが行われていた事務所ビル2階の会議室に飯島さんを急遽呼び出し、そこに現れた飯島さんに対して、スマップは踊れない、飯島に踊りを踊れる子を預けられないとまで言い放った上で、飯島さんに対しては派閥争いがあるのかと質問したそうなのです。飯島さんはありませんと答えるも、もしそれが事実ならスマップを連れて事務所を出なさい、私はジュリーを残し飯島は辞めさせますなどと述べたと伝えられています。そしてこのインタビューは編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞の第22回大賞を受賞しています。つまりそれほどセンセーショナルな内容だったのです。これをきっかけに飯島さんはジャニーズ事務所には顔を出せなくなってしまい、真剣にスマップを連れてジャニーズ事務所から独立しようと水面下で動かざるを得ないこととなってしまうのです。ジャニーさんは当然飯島さんとスマップの離脱には反対だったのですが、メリーさんの不信感が自分自身にも向かっていたため、飯島さんとスマップの慰留を断念したと言われています。その後飯島さんは芸能界のドンと称される田辺エージェンシー社長の田辺翔一さんを頼り、自身とスマップの移籍と引き受けを依頼したと言われており、水面下でジャニーズ事務所と田辺エージェンシー側とで話し合いが持たれ、飯島さんとスマップは2016年9月の契約更新時期をもってジャニーズ事務所を退所し、田辺エージェンシーの系列である K-への移籍話がまとまったとされていました。関連作品やグループ名の使用権、コンサートの興行権などの利益配分などの交渉を双方の弁護士が進めるまでに至っていたと言われています。この時点においてメンバー個人の売り上げは中井さんがトップでおよそ5億円、次が木村さんで3億円ほどであったとされています。しかし5人全員の移籍で話は進んでいたようなのですが、2015年に数回行われたジャニーズ事務所と弁護士を交えた聞き取りでは、中井さんは保留を選び移籍を迷っていたと言われています。さらに木村さんは当初より事務所残留を選択していたことから、飯島さんの思惑は外れ、5人全員での移籍を前提としていた話は頓挫します。そして週刊新潮の2016年1月21日号にこの騒動の顛末が掲載されることになっていたのですが、1月21日号は1月14日発売で、新潮はこの前日の12日にジャニーズ事務所に確認の取材を行っています。そこでジャニーズ事務所はこの新潮の報道のインパクトを落とすため、13日付の日刊スポーツとスポーツ日本に飯島さんが2月に退社する、木村さんを除く4人が飯島さんに従い事務所を離脱する、スマップは解散するという内容の記事を掲載することを許可したそうなのです。それにより13日の早朝3時に日刊スポーツが、さらに5時半にスポーツ日本が電子版で速報を流すと、テレビの情報番組などでも終日このネタで持ちきりになります。そしてその日の午後になって
ジャニーズ事務所から公式コメントが発表されました。その時のコメントは、この度、一部報道機関により、SMAPの一部メンバーの独立問題と、担当マネージャーの取締役辞任等に関する報道がなされました。確かに、この件について、協議、交渉がなされている事実は存しますが、そのような状況下であるため、詳細についてのお問い合わせにはお答えできませんので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。というものでした。当時の報道によると、ジャニーズ事務所は従来の方針の通り、SMAPを解散させて4人を欲し、木村さん1人をソロでプッシュさせる心づもりであった、とも報道されており、翌14日の各紙及びテレビは、飯島さんとメンバー4人が独立を画策、頓挫したもので、元の鞘に収まるのは絶望的という筋書きで、おおむね一致していたと言われています。そしてこの日は草薙さんが主演ドラマ、スペシャリストの宣伝のため、テレビ朝日のワイドショーをはしごすることになっていたのですが、その全番組で草薙さんの前では、解散の件について一切口にしなかったのです。しかし、同14日発売の週刊新潮は、メリーさんが飯島さんを追い出した顛末を克明に記していました。また、一部のジャニーズになびかないメディアや、インターネットの暴露サイトなどでは、ジャニーズの悪質さは公然の秘密となっており、事務所には抗議の電話が殺到することになります。そこで事務所は急遽、軌道修正を図ろうとすることに、15日以降は、4人が独立画策を後悔しているとの記事を書かせ、さらに木村さんを事務所との仲裁役として、4人に助け舟を出す役回りにしたのです。4人に自ら非を認めさせることで4人への支持を弱め、同時に木村さんの度量の大きさを印象付けようとしたのです。しかしメリーさんの怒りは収まらなかったようで、担当記者に電話をかけまくっては、飯島さんやメンバー4人のスキャンダルをまくし立てる、という状況が続いてしまい、メリーさんの暴走に対してサジを投げていたジャニーさんが助け舟を出し、17日深夜に4人と面会し、謝罪した4人をその場でいたわったと言われています。しかし、その場にメリーさんは顔を出さなかったそうです。その翌日である18日は、SMAP の放送日でした。ここで、番組の枠を使い、木村さんを除くメンバー4人による謝罪メッセージを流し、メリーさんの許しを請うことが決まったと言われています。この日のスポーツ新聞は、木村さんが事務所幹部と相談して、飯島さんの事務所退社をもって手打ちとし、SMAP 存続の見通しが立ったと報じています。そしてこの日の夜の放送で、後に公開処刑と言われることになる、SMAP メンバーによる生放送での謝罪が行われることになるのです。いかがでしたか？今回は鈴木治さんの小説が話題になっているということで、SMAP の解散騒動について改めてお話ししてみました。この騒動についてはファンやマスコミだけでなく、ジャーナリストや小説家、俳優やタレントなどはもちろん、政界まで巻き込んで論争が行われました。そして解散後もそれまでの経緯をめぐって、さまざまな報道がなされています。リクエストが多ければそのあたりについても、お話ししてみたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録していただくと、次の動画も見ていただきやすくなります。それでは、また。